完全超悪委員会、完全超悪委員会、完全超悪委員会、略称、CPVPV は、サウジアラビアの宗教警察。別名はムタワ。正式名称は、徳の奨励と悪徳の禁止の称となる。サウジアラビアの国境であるイスラム教はファーブ派の三大教義の一つである、完全超悪の実施を行う、政府機関として、宗教警察の役割を持ち、 国内の思想統制に大きな力を発揮している。一般にはイスラム社会における宗教警察を表すムタワの略称で呼ばれている。代表者は長年にわたりシャイフ・イブラヒム・ビンアブ・ダラ、アルガイスが務めていたが、2009年に解雇され、恩恵派指導者へと変えられている。ターアリバーン政権下のアフガニスタンにも同様の組織として完全懲悪省が存在していた。 現在の名称になったのは1940年であるが組織の発足は1927年のイフアーンの反乱にまで遡る。1912年頃、サウード家がアラビア半島に支配権を確立して現在のサウジアラビアの基礎ができた時宗教的な取締りの役目はイフアーンが担っていた。しかし、1926年にイフアーンがエジプトから来たメッカ巡礼団を イキョトとして襲撃した事件が問題になり、襲撃事件がイラクやクウェートにまで越境して深刻な問題に発展した。このため、イフアーンから襲撃の大義名分を奪う目的で国王の直令により完全懲悪委員会の前身となる歌輪が設置された。イフアーンの反乱が鎮圧され、イフアーンが実質的に壊滅してからは、 現代に至るまで完全懲悪委員会が宗教警察としての役目を担っている。もともとは地域住民への生活指導などを行うボランティア組織的なものであり、懲罰といっても小さな無知で軽く叩く程度であった。湾岸戦争以降、西洋文化の流入が進むと態度を降下させるようにな、取り締まりの過激化が進み、違反者の逮捕、処刑まで行うようになった。 近年では、皇太子ムハンマド・ビンサルマーンの近代化改革で影響力が低下しつつあり、2016年4月には、サウジアラビア政府の決定により逮捕権が剥奪された。イスラム宗教庁の内部委員会であり、日本の省庁でいうところの局に相当する組織である。サウジアラビアでは3500人の職員と多数の、 ボランティアによって運営されており、総人数は4000人から5000人とも言われている。委員には王族に、知事や副知事、宗教指導者まで幅広い権力者が在籍しており、サウジアラビア国内における影響力は非常に大きく、イスラムにおける倫理委員会の役目を果たしている。完全懲悪委員会自体は、司法警察権や裁判権は持っていないため、 正規の警察官と二人一組で活動している。実際に逮捕を行うのは警察官である。逮捕した相手に対する告発を行うだけで裁判、そのものは裁判官が取り行うが、実質的に警察も裁判所も完全懲悪委員会の意向には逆らえない。湾岸戦争以降に流入するようになった西洋文化に対して非常に強い拒否反応を示しており、彼らの考える、 イスラムの協議に合わない、欧米文化の排除に、積極的に活動している。電話魔法相談を受け付けている、魔法部は、完全懲悪委員会の内部組織である。ただし、魔法部の担当者は、裏マー一人しかいない。インターネットサイトの監視に加えて、犬猫をペットとして飼うことを禁止したり、バレンタインデーを禁止して、市内の店舗からバレンタイン関連の商品を撤去。 させたりしている。近年の悪名高い活動の一つに2002年3月11日にメッカの女学院が火事になった際の対応が挙げられる。当時、委員会は女子生徒たちのセーラー服が規則違反だから外に出てはならないというよしで燃え盛る炎の中に女子生徒たちを閉じ込め、さらに消火活動に来た消防隊に女学院に 男子は立ち入ってはならないと言って、消火活動を妨害した。その結果、15人が死亡、50人が負傷する事態になった。2005年5月には、霊媒師の女性を魔術を使用して、男性を性的不能にしたとして逮捕し、殴る蹴るの暴行を加えて、自供を強制、死刑判決が出された。このため、欧米では悪名高い人権侵害組織として批判されている。 あまりに過激化する活動から近年では、サウジアラビア内部でも批判されるようになり、内務省は活動を制限しようとしている。そのため、外国人が多い地域や外国人向けのショッピングモールなどでは、完全懲悪委員会の立ち入りを制限するなどの動きも出始めている。2008年には逆に、一般市民が完全懲悪委員会メンバーに、 集団暴行を行うという事件まで起きている。2008年にメディナへの聖地巡礼に来ていたレバノンの霊能力者アリフセイン・シバットを魔法を使った罪で逮捕告発し死刑判決が出されている。死刑判決を受けた人物はレバノンではテレビに出演し、霊能力と称して人生相談などを行う番組を持っていた有名なタレントであるが、 もちろん本当に魔法使いだったわけではない。彼は30ヶ月にも及ぶ、交流の後、死刑判決は撤回され、釈放されている。メッカの元委員会責任者だったアフメドカシムガムディは、完全懲悪委員会のやり方に疑問を投げかけ、対立している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。